皆さんこんにちは、背景イラストレーターのアリです。今回も楽しんで描く背景イラストをやっていきたいと思います。このチャンネルでは背景風景の描き方についていろいろ紹介していますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回はここにあるように3点通しですね、とうとう3点通しの説明をやっていきたいと思います。1点通し、2点通しは以前の動画でやっていますので、ぜひですねそちらも合わせてご覧ください。で1点、2点、そして今回から3点通しになります。で3点通しまでこうマスターすると、もうすべて、ほぼすべてのですね背景イラストを描けるようになりますので、ぜひ今回3点通し最後まで見て描けるようになってみてください。それでは本編どうぞ。はい、それでは本編やっていきたいと思います。今回から3点通しやっていきたいと思います。1点、2点は以前ですね動画でやっていますので、まだ1点、2点わからないよって方はそちらからぜひねご覧ください。順番としては1点やって2点通しやって分かった後に3点通しという流れが一番良いので、その流れでですね、順序に見ていってください。それでは3点通し、早速書いてますが、こんな感じのねイラストを書くことができます。これは見下ろしている感じですね。さあいつも通りポイントから説明していきたいと思います。で今回ですね、3点通しは2回に分けて説明しますので、今回が前編という形になります。で前編はですね、まず3点通しってどうやって書くんだよ、どういう感じなんだよっていうのから説明していきたいと思います。3点通しのポイントはですね、まず小出点が3点になりますね。3点通しですから、まあそれはそうみたいなね感じですが、それが非常に重要ですね。1点通しは1つの点に、この1つの小出点ですね、1つの小出点に収束していくものが1点通しでした。で2点通し、こちらに書いてあるんですね。2点通しは2つの点に収束していくものが2点通しでした。で、アイレベル、この目線ですね。目線の高さのアイレベルの上に小出点が1個か2個あるというものになります。そして重要なのがですね、縦の線に角度がつくというものが重要になります。さあ、これどういうことかというと、1点、2点をまた振り返ってみましょう。さあ、1点通し。先ほど言ったように小出点1つ。VP ですね。バニッシングポイントの小出点が1点あるもの。そして奥行きのみですね。この奥行き。奥に行く線だけ角度がつきます。いや、斜めになるんですね。奥に行ってるように見えます。で、2点通し。2点通しの方は、VP が2つあります。右の方に行く小出点と左側に行く小出点の2つ。で、奥行き。今のこの奥に行く点ですね。で、横の辺。まあ、奥に行く。まあ、奥に行くのと横の辺って、これが斜めにこう走ってるんでね。どっちも横に行きつつ、奥の方に行くので、まあ、角度ね、つきます。この横、水平の部分ですね。1点通しは横が水平、縦が垂直だったんですが、2点通しは水平の部分がなくなるということになります。で水平の部分だったものが、消失点に向かって収束していくという感じですね。なので、2点通しでは、垂直の線、この縦の線ですね。高さを表す線だけが垂直になっております。で、3点通しはこの縦の線。この線も垂直ではなく角度がつくことになります。要はもう何書いても角度がつきます。ね、それが3点通しだと思ってください。で、その3点通しっていうのは、こう人間がこう生活してる場合、ね、自分のこう他のものを見た場合ですね。今パソコンがあると思いますが、パソコンとかタブレットがあると思いますが、まあ、それは実は3点通しなんですね。もう遥か彼方上の方に、もう上の方にですね、点がどこかに収束していきます。もう本当に上の方。なんで、もう遥か向こうなんで、まっすぐ見えるっていう感じなんですが、まあ、それがすごい高いですね。高い建物の下とかに立って上を見上げると、こうすっごいこうね、斜めになって収束しているように見えることがあります。あとは高い屋上とかに行って、そこから下を見下ろすと、ね、こう下の方にこう収束していくように見えるはずなので、その視点が3点通しになります。つまり、見上げる絵、煽りですね。で見下ろす絵、俯瞰を強調した表現がしやすいというのが特徴になります。そして、1点通し、2点通しに比べて難易度が高くなります。これはもう単純に小出点が増えるんで、こう各ね、斜めにする場所が多いんで、まあ、それで増えていくので、まあ、そこら辺、そのどの小出点に収束していくのかとかをしっかり意識してあげると、まあ、そこまで混乱はしないかなと思いますので、まあ、その辺を慣れる意味でも1点通し、2点通しから習得して3点通しをやってみてください。
さあ、というわけで3点投資のポイント、まあ、そんな感じになります。じゃあ実際3点投資をですね、書いてみる場合、まあ、どうやって書いていくのかっていうのを今回は説明したいと思います。さあ、3点投資、1点投資はここにねあるように一つ収束する点を決めて、そこからこう引っ張ってこんな感じでね書いてました。で、2点投資はこれが2個になると。ですが、3点投資は線がね、あ、点が3つになるので、まず見上げるのか見下ろすのかっていうのを考えてあげるのが一番楽です。各上手ですね。じゃあちょっと箱を今回書いてみましょう。箱ですね。箱を見上げてみましょう。で、見上げるということは目は下にあるんですね。つまりアイレベルは下にあります。で、実際目は下にあるんですが、そこから上を見上げている状態ですね。上を見ている状態、ね、なので見上げてはいますが、目の高さは下にあるので、ここから上を見ていますね。じゃあここから本当は横の方ですね。もうちょっと伸ばしますか。あまり小数点の位置が短いとですね、歪んでしまうので、できればこう離した方がいいんですが、ちょっと今回は限界があるので、まあ、例えばこの辺でやってみましょう。で、この辺に、この箱くんをね、箱をなんかこの辺にこう書いてみましょうか。で、まず、ちょっと濃いめに書きますね。よいしょ。まずこんな感じで、2点投資と同じですね。2点投資と同じやり方で、箱の底辺を書いています。まあ、この辺に底辺、箱の底辺をこの辺にしましょうかね。こんな感じで底辺を決めてあげます。これは2点投資と一緒ですね。これでこの部分がこの箱の底辺になります。で、ここまでは2点投資ですね。なので、ここから線を垂直に引っ張って、ここからこういう感じで線を引っ張ってあげると、これ2点投資ですね。これ2点投資の箱になりますが、ここから3点投資の場合は上に補助線を取ってあげます。お、90ですね。90度。で、これはまあどこでもいいんですが、まあ、真ん中にしとくのが一番バランスよく書けるかなと思いますので、最初は真ん中に取るといいかなと思います。この画面の真ん中ですね。で、ここから小数点を決めてあげます。ここが VP3 なんですね。これ3個目が出てくるんです。こっちが VP1、VP2 と。で、3個目に向かって、こうやって収束していきます。ドンとね、ドドンと、ドンと、こんな感じで収束していくんですね。で、この箱の高さを決めてあげて、例えばこれぐらいにしようかな、これぐらいにしようと。で、決めた後はここから2点投資の方に収束していきます。で、とったラインを引っ張ってあげると、こんな感じでね、3点投資の箱が出来上がりということになります。ちょっとね、色塗っていきましょう。はい、こんな感じですね。今これ箱を見上げてる絵になるんですが、こうやって見上げた絵をね描くことができるよというような感じで3点投資描くことができました。で、基本は2点投資なんですが、上にね伸びる3点目の消費点があるので、高さというか、この、で、上に行く方向とかが、こう、収束して見えるというのが特徴になります。なんかこう、立体的に見えませんか？こう、ズオーって感じでね。で、これが、よいしょ。これが逆転したら、今度はね、上から下を見下ろしている図になります。で、アイレベルが、この VP が今反転したんで、今日真逆になってるんですが、VP が上の方にある。まあ、アイレベルが上ですね。なので、アイレベルは上の方にある。そこから上の、目が上にあるんですが、そこから下を見下ろしている状況ですね。見下ろしているので、下の方に収束していきます。で、下の方に収束していって、遠くに VP3 ができると。この状態が見下ろしている状態の3点投資になります。ちょっと、上に置いときますね。よいしょ。こんな感じで、ね、見上げているのと見下ろしているものをこうやって書くことができますと。で、これを使ってどういうのが書けるのかと言いますと、最初の背景に応用するんだったら、最初のこういうですね、街並み。これは下の方に見下ろしている。上の方にアイレベルがあって、そこから下を見下ろしているというような図になりますね。なので、こっちの応用ですね。これを書き進めていくと、ここにこういう感じで、これがビルだとね、思ってください。こんな感じでどんどんこうやってビルがね、立っていくんですね。
こういう感じで、たくさんビルが立ち並んで、スパイダーマンだね。摩天楼のようなのが描けるようになります。で、これをいっぱい生やしてあげると、こう、ニューヨークのね、街並みとかを描くことができます。奥にバーっと。で、こっちの方は、今度は逆ですね。ここに人がいて、人がこうやって見上げてるような、ね、建物だったり、お祭りの屋台というか、太鼓を叩く、ね、場所とかがあったりするとこんな感じかもしれません。すごい高いですけどね。で、かなり高い建物じゃないと、ここまでね、高い建物を近くから見ないと、こういう風には見えないので、まあ、何でもかんでも使うというよりは、どっちかというと、こう、強調した表現をしたい場合に、三点透視は使うことが多いので、まあ、今回この三点透視の四角の書き方ですね、を使って、いろんなですね、形をぜひ書いてみてください。今この四角で書きましたが、四角だけじゃなくて、こういうね、凹凸みたいな形とか、こうやって書いてあげると、でここからね、こういう、よいしょ。凹凸の場合は、ここからこう取ってあげると、こうやって削り取ってあげると、ね、凹凸、すぐ書くことができます。で、この上の方は、こっちにこう収束していくんで、こうですね、こんな感じ。で、ここが、削り取られますが、これでね、ここの下のこの字を書くことができますね。こんな感じで、ね、箱だけじゃなくて、いろんな形を立体的にしていく勉強をすると、まあ、練習をするとですね、もう三点透視、なんかもう混乱、わけわからんとかいうのがなくなると思います。やっぱりいっぱいですね、書いてみるのが一番慣れる近道かなと思いますので、ぜひですね、今回は三点透視の基礎の説明だったんですが、この基礎何回かですね、書いてみて、なんとなく自分の意識の中に三点透視入れてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回は三点透視の基礎の説明になりました。で、ポイントとしましては、小視点が3点になりますよ。で、縦の線にも、まあ、全ての線にですね、角度がつきますよ。あとは、煽りだったり、俯瞰だったり、した絵を強調する場合に向いてる手法になりますと。ですが、1点透視、2点透視に比べて難易度が高いので、落ち着いてですね、こう点をこうやってなぞっていきながら描いてみてください。で、今回は基礎の箱を描いたんですが、次回ですね、次回も3点透視の動画になるんですが、次回の3点透視の動画では、少しですね、3点透視を使って背景のイラストを、まあ、こうやって背景のイラストに使うんだよっていうものを実践していこうかなと思いますので、ぜひですね、次回の動画もご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がもし良かったよと思われた方は、チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。